回僕は、メモリオビングという足音を使ったサウンドインスタレーション作品を制作しました。前作の、踏みしめればでは、足音に注目したサウンドスケープ作品を制作し、そこから足音には人の存在感が乗るという経験を得ました。今回の作品では、モーターによって物理的に生成される足音を空間中に配置し、それらを順に再生することによって、民家の中を歩き回ったり、あるいは駆け回ったりするような、実体なき像が現れる作品となっています。この音によって、民家の記憶を呼び起こします。